キョキョカエルさんです。今回はドラクエウォークおうち拝見パート2をお送りしたいと思います。というわけで早速見ていくんですけども、第1弾をまだ見てない方は下のリンクから見てみてください。ついでにチャンネル登録の方もよろしく。ではレッツドラクエいっけろ。この部屋は結構シンプルな感じのいい部屋になってますね。空間の使い方、そして入り口塞がっとる。入り口塞ぐ勇者多すぎる。机と椅子多くね。ここは酒場なのかな。まだ開店前でお客さんがいないみたいですね。入り口なくね。店員が怖すぎる。店員が怖すぎる。店員は可愛いけど客が怖すぎる。近いうちに彼女できますかね。占い中。あ、ここは可愛い和風の家ですね。ここは魔王の部屋みたいな感じでいい感じですね。何の部屋？部屋にトロフィー2個だけ。囲まれとる。囲まれとる。めっちゃ囲まれとる。綺麗に整列しとる。以上、終了。最後までご視聴ありがとうございました。少しでも楽しんでいただけたなら、チャンネル登録の方をよろしくお願いします。コメント&高評価の方もよろしくね。では皆さんお疲れ様です。またにん、キロキロー。